6試合を終えて首位、3連勝で勢いに乗るジュビロは、厳しさの中にも選手たちの表情は充実感にあふれ、非常にいい雰囲気の中トレーニングを行っていました。ここまでひときわ存在感を示しているのが小林選手。大分戦では決勝ゴールでチームを勝利に導くと、前節は2ゴールの活躍、攻撃陣を牽引します。僕自身長い間ボランチとしてプレーしてきて、やっとその前のポジションの動きとか、どうすればこう味方とこう連携できるっていうのが分かってきたのかなって。岡山戦を前に独特な表現で決意を語ってくれました。まあ、バルサが20戦19勝しててジュビロができないわけはないと思うんで、全試合ハットトリックする気持ちで、まあ、ぶっ潰したいと思います。そして前節の決勝ゴールを演出したのが川辺駿選手。若干19歳、大きな仕事をやってのけました。まあ、試合に出たからには、まあ、何か残したいなと思って、まあ、いい準備がいいプレーにつながったっていうのは思います。しかし今季ジュビロが唯一黒星を喫した讃岐戦、川辺選手は1点ビハインドの後半15分に出場するも、何もできず無念の途中交代。悔しさを糧に今後の活躍を誓います。まあ、今までそんなことなかったし、しっかり反省してもう次に生かしたんで、まあ、これを続けていくことが大事だと思います。ここ3試合でワントップを担うデカモリス選手も好調をキープ。さらに戦列を離れていたジェイ選手も復帰し、万全の状態で岡山を迎えます。まあ、今勢いがあるからね、はい、岡山に対しても大丈夫でしょう。そうですね、まあ、明日は誰がヒーローになるのか楽しみです。ジュビロは明日午後1時からヤマハスタジアムでファジアーノ岡山と対戦します。里見希も来てくれるんですよね。そうなんですよ、実際に行かせていただいて、はい、お豆運びレースなどのイベントにも参加させていただきました。お箸の、そうですよ、お豆をなるほど、得意ですか。大丈夫、久しぶりで怖いですけど楽しみにしてます。、はい、来てください皆さん。じゃあ明日はお豆を運んでからジュビロの応援を皆さんお願いします。お願いします。佐藤さん、まず